ショートコースのリズム感ってこれぐらいでいいんですかね。なんか一人だからどのぐらいのスピードが確かに分かんない後ろが来てくれればね、やばいやばいっつってこう、はい、いけるけど、そうなんですよ。なんかサクサク一人で楽しんで進んでいく感じが。79.80ヤードですね。でもちょっと登ってるし風も上げてるっぽいから、チング持ってきちゃった。致命的。まあ全部は持ってこれないからね。なので9番で軽く打ちます。いい、よかった、楽しい。綺麗にあれだよね、枝をくぐり抜けてった。あ、危なかったですねそう、後ろからだと見えるんだけど、確かに。でも多分それでちょっと手前に落ちてたのかな。うん、ちょっと当たった分ね、はい、よし、これはちょっとグリーンを見る。はい、なんか教わるまではアプローチでグリーンを気にするって本当してなかったんですけど、大事ですね。うん、もうすぐだけどちょっと奥のスタンス、頭を変えない。はい、ごめんなさい、これはしょうがないですね。もう一回やります。練習です、うん、こうちょっとざっくりした後だと強火になっちゃうよね。そうなんですよ、どうしてもね、次はできないと思うとさそうなっちゃう。惜しい。3オンして2パットなんでここでダボですね。あきちゃん、今日ウェアがいつもと、あ、なんかいつもニューバランスとか多いイメージ。あ、そうですね、確かに前回ニューバランス、これルーカスデザインさんって言って、ルーカス、はい、知ってますか。茨城のブランドなんですよ。ね、私出身が茨城なので、同じ地元っていうのですごい親近感勝手に持ってて、うんうんうん、はい、あの今日はルーカスデザイン仕様に行ってきました。これ私上着はメンズの S なんですけど、着たら肩幅のところが結構ゆったりなんで、スイングも全然できないし、できるしそう、もう今日はこれに上着にインナーとこのスカートも全部ドゥーカスさんです。お、はい、はい、最近レディースのアパレルも結構いろいろ出てるみたいなので気に入ってます。バイザーも可愛いよね、白にピンクで、ね、はい、多分ユニセックスなんですけど、うん、スカートの色に合うかなと思ってこれにしました。110グリーン乗ればいいぐらいで打たないと、木を気にしてるから打てないから、なので本当は8番なんですけど7番で打とうかなと思います。風も上げてるし、
そう。あ、いいですね。乗りました。乗りました。よかった。よいしょ。ナイスパーです。ナイスパーです。今のヒヤヒヤしないように、一打目のパットもっとちゃんと近づけたいですね。パットの時ってさ、手袋って普段もつけっぱなし、はい、基本は外したいんですけど、なんかそれで時間かかっちゃうぐらいだったらそのままやっちゃおうかなっていう感じ。なるほどね、はい、でも時間に余裕あたりなんか考えたりできる時間のときは外します。人それぞれみたいですよね。うん、そう、最近つけてるプロもいるもんね。そうなんですよ、びっくりします。なんか外すもんだみたいに聞いた気がしたから。あと3つ、上げてますね。距離は108だけど、このどのぐらい見たらいいのかが、本来だったら8番にするんですけどね。でもさっき番手結構上げちゃってもよかったんで、7番ぐらい。転がってくれてる。うん。2打目。アプローチ。2打目勝負。アプローチいきます。ショートゲームだとワンオンしちゃうとこのアプローチできないですもんね、練習。うん。そう思えば。そう。今日はね、練習だから。そうですね。もうバンカーも入れちゃっていいっすよ。確かに。どっちもあります。右も左も。確かに。まあ入れても練習できると思えばいいってことですよね。うん、ちょっとこう噛んだような感じ。そうですよね。あ、悔しい。難しいよね、もうほとんど、はい、口悔しい。いや、またこういうふわふわじゃないところ苦手なんですよ。うまい。うまい。よかった。今当たりましたね。うん、すごい綺麗に入った。思いながら、音はすごい良かったですよね。ボギーに抑えます。ダボ。悔しいけど。おお。当たった。